世界で一番面白い人生ガイドた今日の YouTube 動画でございます。ということで、えっと、今日はですねえっと私の動画が630本ないし40本ぐらいアップされている中で多分久しぶりにね激怒したっていうかまあ頭にくる内容でございます。で何が頭にくるかということなんですがこれなんですよこれ。 えっと、あんんままりり引くととちょっわかりませんかせら、これですね。これがですねその奄美大島の空港の近くに旧奄美空港の跡地にですね、えー、奄美パークというのがありましてその中に、えー、奄美大島で約19年間ぐらいその日本画家としてその奄美を描いた田中一尊さんがいらっしゃったわけなんですけれども。 その田中一村記念美術館でですね、えー、っと7月9日の10時半から12時までこれ見てください川端粒子をご存知ですかということなんですよ。 田中一村との意外な接点ということでえ木村拓哉氏え東京都大田区立、えー 記念館の学芸員の方が来てですね講演をされるわけなんですよで。これに激怒しているわけなんですねそれで何で激怒しているかという話なんですけれどもそのほとんどの方がご存じないし間違った情報がですね NHK でも公然と流れてるわけなんですけれども田中一尊さんが「 東京からですね簡単に言うとこの奄美大島でその絵を描いた理由というのが当然あるわけなんです。その理由というのがお前とお前とお前らにそのいわゆるですねもう間違ってんじゃないのと。つまり。 このお前らの一人がです、ね、この川端龍子なんですよ。でどういう関係があったかというとこれは NHK が、あのー、販売しているそのいわゆるあの田中一村の作詞編集なんですねこれですね。 で、これがですねこれはですね平成8年の11月1日の24釣りですねはいのものなんですよそれで私も一応あのこれこれ2冊ぐらい持って同じものではないんですけど別の年に発売されたものもう1冊持っているんですがえっと59ページにあのー いわゆるあの第19回清流展入選ということで、えー、とこれは昭和22年の一、あのー、ンさんの作品なんですけどこれですね 奄美大島の,その田中一村記念美術館にございますのでまあえっ、ー、と時々入れ替えますのでね行けば必ず見られるってわけではありませんがこの白い花をですね、えー、一村さんが描いてですねその川端龍主のうちにリアカーで持って行ったっちうんですよ。それで持って行ってその川端龍主の意見を聞きたいということで持って行ったわけなんですが。 ここでンさんんがカッチンコと来たわけなんですよお前みたいなやつが俺の絵を酒を,酒を飲みながら批評したということで田中一村さんカッチンコなんですよ。そんな人のね 村との意外な接点意外すぎる接点ですよこんなのやっちゃいけないことをですね平然とやってるわけですよこの前あの甘いパックから全然違う別件で問い合わせがあったんでボロクっそ言いましたよお前らそんなことも分からなくてね田中一村が一番嫌ってる人のねなんで公演やるのとこれね 奄美パークの担当者がね分からないとか若いとかっていう話じゃないですよいかに田中一村のことを全然調べていないかということですよ本読めば分かる話と分からない話があるんですよ私64歳ですよ誰からその話を聞いたのかということですよ今回言いませんけどで田中一村さんが なんで奄美大島に来たかというと、結果的には。この川端竜子とか、今回名前言いませんけど、お前とか、お前らですね、いわゆるこの画壇がですね、むちゃくちゃなんですよ。一村さんに言わせればですよ。なんでこんなやつとか、もう一人のやつとかが、なんであんな絵で出世していくのっていうのが全然許せないわけ。で、本人は、そのいわゆるあの、 被写体ですよねつまり僕は何を書けばいいのかということでずっと難化していったわけなんですよ。で、えー、と私与論トの出身なんですけれども、えー、と当時はですね昭和33年ぐらいまでですかね、えー、と昭和33年当時ぐらいは、ま、あの沖縄があのアメリカでしたのでいわゆるパスポートがないといけなかった時代なわけですね。で沖縄が返還になったのは多分昭和45年ぐらいではないかと思いますが。 あのー、要するに私のふるさとである与論島当時の日本の最南端まで行ってで、ま、ど戻ってそれからやっぱり奄美大島がいいなということで、えー、戻ってからそれから奄美大島に本格的に住み始めてあれだけの対策を書いたという経緯があるわけなんです。で NHK で間違ったことを言っているっていうのはラジオ番組でアルフィのなんとか幸之助さんがその田中一村は「 食えなくなったから奄美大島に行ったんだというような言い方をしてたんですがこれも完全に間違ってるわけですよ。最大の理由はですね今言ったみたいにこいつやこいつやこいつらこいつらのやっぱりそのいわゆる簡単に言うと評価のレベル以前に絵のレベルが低いということに対するやっぱりそのプライドとか自分の技術で技術っていうか 絵を描く技術って言ってて言いいんでしょうかね、まあ、そのレベルが全然違うということで頭にカッチンコときて先ほど言いましたようにずっと南下していって結果的に奄美大島にいてあれだけの絵を描いて当内外の皆さんに見せることができたわけなんです。で、あのー、他の動画でも言ってるかもしれませんがあのー 田中一尊さんの絵を最初にカレンダーにしたのはパナソニックですそのパナソニックが海外向けにいわゆる松下電器がですね初めナショナルだったんですよねブランドが。でアメリカにもナショナルというブランドの確かレジスターの会社があったのでそのブランド的にはバッティングするということでまあ当然それは許可ならなかったんでしょう。でそういうことで、えー、海外ブランドのナショナルから パナソニックに変えるためにいわゆる日本というのはこういうあの、まあ、自然がありますよというかなんかそういう目的なんだろうと思いますけれどもそれでそのえっと新聞の大きさですね新聞の見開きのこう縦にしたぐらいの大きさのカレンダーをー国外海外の皆さんに、えー、配ったと。 いう歴史があるわけなんです。えっと見たことがあります。えっと奄美大島の人でもほとんどそれは見たことはないと思います。それどころか知らない人の方が多いと思います。ということで、あのー。 田中一尊さんいろんな方々が語っているしいろんな本があるし私もさすがにあの人の本なんか全然読んでもいないんですけれどもあの、まあ、別にバカにしてるとかそういうことじゃなくてねもう他にちょっとねやらなきゃいけないっていうのがあってなかなかその読書のスピードもいかないということで一切もう図書館にもありますけど借りてもいないし読んでもいないし少し触ったぐらいなんですね。そういういことで。 本来はこういう、えー、やってはいけないことをですねその我々の税金をです、ね、使ってです、ね、これ多分県の税金だと思いますがそういうのを使ってです、ね、平然とやるということで私は奄美パークの職員に言ったんですよこれね田中一村さん激怒してますよと必ず天罰落ちますよと。 言い切ったわけなんですが、えー、そういうことで奄美パークにあるいは田中一村記念美術館に天罰が落ちましたらまた、えー、落ちたら落ちたで。 えー、こういった動画を撮ってですね皆さんにお伝えしたいと思います。ということで、えー、なかなか偉人のねその歴史の中であのー、なかなか裏の情報とかね、えー、てめえこの野郎なんていう情報ってなかなか出ている部分と出ていない部分がありますけれどもなかなかその交流がねあのー なかった田中一孫さんのことなものですからなかなか表に出てこないとやっぱりその言えない人もいるだろうしねいろいろあって、まあ、そういうことも含めまして、えー、今回は田中一孫さんのことでございますがやっちゃいけないことをですね、えー、税金を使ってですね、えー、今からやるよと。 いうまあ情けない、えー、話で、えー、ございました、えー、世界で一番面白い人生ガイド元もといた今日の youtube 動画、えー、今回は、えー、田中一孫さんが激怒していますよという内容で、えー、ございました知らないよどんな天罰が落ちるかわかりません、ね、あのまあそういうあのうん。 絶対落ちるよね。はい、ということで世界中の良い子の皆さん次回の動画までごきげんようさようなら毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。